皆さんこんにちは。6月30日新日本プロレスから成田蓮選手、海野翔太選手、辻陽太選手、以上3人を令和東湖三十士と命名することが発表されました。武藤敬司選手、橋本真也選手、長野正弘選手、東魂三十士、棚橋博史選手、中村慎介選手、柴田勝頼選手、新東魂三十士に次ぐ新世代の到来。それほど新日本の3選手期待しての発足なのでしょう。しかし選手ファンから評価はあまりよろしいものではありませんでした。今回は令和東魂三十士の選手とファンの反応について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。東魂三十士は1988年に結成。武藤選手、長野選手、橋本選手は同期の間柄で、新日本プロレス時代には敵と味方に分かれ多くのドラマを残してきた時代を象徴するユニットの故障でした。その後2004年にも棚橋選手、中村選手、柴田選手の3選手が新東魂三十士と命名されたのですが、柴田選手が新日本プロレスを離脱したことによってこの故障も呼ばれなくなり、ファンの間にもあまり馴染みがないものとなりました。しかし今回成田選手、海野選手、辻選手が令和になってから活躍が目覚ましいとの理由から3選手も令和東魂三十士と命名。3選手は東魂を背負うこととなったのですが、これを受けてファンの反応はやめてほしい、どうして一括りにするのか、時代に合ったネーミングではないなど批判的な声が多い中、現在海外遠征中である上村優也選手に対してもコメントも多く見受けられました。しかしなぜこのタイミングでの発表となったのでしょうか。来月から G1 クライマックスが開幕します。令和東魂三十士の3人は同じ A ブロックで戦うことが決まっているわけですが、三十士に選ばれた選手と上村選手やグレート・カーン選手、ヤングライオンへの奮起を促すものなのでしょうか。はたまた先輩レスラーたちへ焦りを持たせるためなのでしょうか。理由はいくら考えてもそこをつきます。3選手はユニットも別々であり、現在成田選手と海野選手は世代構想で、どちらが先に頂上をつかむのかバチバチ見ると、辻選手は世代構想などお構いなしに新日本内外へと目を向けた未来との戦いに真っ最中であるため、共闘は考えられますが、それに目覚ましい活躍という部分は違和感を覚えます。凱旋帰国して早々のベルト挑戦、インパクトなどは確かにありますが、まだ実力は未知数であったり、これからだというふうに思います。今回の件がどれほど新世代の選手たちに影響を与えるのか計り知れません。過去には新東魂三十士ができた際に3人がそれぞれに意向を抱えており、柴田選手は拒絶していました。今回もこのような事態になるのではないでしょうか。現在令和東魂三十士に選ばれた3人はそれぞれがコメントしています。成田選手は、会社が勝手につけただけです、僕は何も了承してませんとだけコメントし、令和東魂三十士のネーミングに対し違和感を抱いていることを示唆しました。辻選手はツイッターの引用ツイートで、はと一言、その後団体に向けて、大張社長、いつまで新日本プロレスは過去にしがみつくんですか、なぜ俺をジョンのすねかじり、柴田の真似事をやろうと並べたがるのか、彼らは同期2人で青春物語してるんじゃなかったの。北にオーラ、最近は新日本プロレスワールドご覧になってますかと思いの丈を綴っていました。最後にコメントを発表したのが海野選手、会社が勝手に何と言おうとファンの皆様がそのように呼ぶのもご自由にどうぞって感じですが、この令和東魂三十士という肩書きは一体何ですか。はっきり言って何も意識していませんし、興味もありません。センスが古臭いしつまらないと3人の中で一番辛辣にコメント。東魂三十士を尊敬しているとした上で、こんな会社の突発的発表は東魂三十士にも失礼ですし、正直腹立たしいですね。発表はされましたが、少なからず僕は承諾してないですし、そんな言葉だけのくくりでまとめてほしくないですと会社側に憤りを感じている様子でした。しかしでもこの若い世代で新日本プロレスをプロレス界を大爆発させて盛り上げていかないといけないのは確かだし、この中の誰よりも自分が突き抜けてパラダイムシフトを新日本プロレスのリングに巻き起こす意識で今もこれからもずっといるので、ただそれだけですと、これからの戦いについて意気込みも語っていました。やはり同世代同士に一括りにされたくない思いやバチバチなムードは選手も思っているようですね。そして早く
辻選手は脱退を宣言。大張社長と北見オーナーが自身の試合を見ているのかと疑問視しており、最近の注目度とか見ても圧倒的に俺の方が新日本に貢献している。彼らと一緒にされたら伝わらなくなるし、邪魔しないでほしいですよね。余計なレッテル貼らないでくれと不快感をあらわにしました。さらに浸透もしないんじゃないですか。ただ一人だけ世代交代に参戦したがってて、今回の発表にショックを受けていた。支配者もどきを知っているので、僕の席譲りますよどうぞと年齢非公表のくせにやたら新世代でグレート・カーン選手を代役に指名しました。今回三重士には選ばれなかった。グレート・カーン選手はまだ新日本プロレスからの冷遇か、観客も少なく歓声のない中戦い続け、広報でもかなり貢献してやったはずなんだがな。一足先に凱旋し、コロナ禍での試合を経験したオカーン選手にとっては会社からの対応に不服なのでしょう。すでに新東高三重士発足と似たような状態ですね。この3選手を見て新東高三重士の面影が見え隠れするのはなぜでしょう。棚橋イコール海、中村イコール辻、柴田イコール成田、こういった見え方をしてしまった方はどれほどいるでしょうか。新日本側はもしかするとその面影に触発され、今回の発表に至ったのかもしれませんね。3選手も反応を見る限り、会社側からはこの発表を事前に聞かされていたわけではないでしょうし、会社側も無責任に東高三重士というブランドを使うわけもないでしょう。これを機に選手同士がお互いを意識し、同世代構想、世代交代などに火がついても面白いのですが、まずは目の前の G1 クライマックスで良い結果をつかめるように頑張ってほしいですね。上述のファンの反応にもありましたが、上村優也選手に対しての反応も多数ありました。現在上村選手は海外遠征中であり、インパクトレスリングで活動しています。ファンから上村はどうするんだ、上村選手は帰ってくるんですよね、三重士の枠に収まらなかった上村君はビッグになって帰ってくると予想など期待に胸を膨らます声が多かったです。もしこのタイミングで上村選手が凱旋帰国するようなことがあれば、さらに同世代同士の戦いは激化することでしょう。 G1 シリーズ中に帰国は難しいと思います。年末付近での凱旋となると辻選手も凱旋を上回るものになることは間違いないでしょう。また楽しみが増えましたね。今回の件はこれからさらに賛否両論分かれるでしょう。これが良いと思う方もいるでしょうし、三重士はもういいと思う方もいるでしょう。今回の令和東高三重士の発表を聞いて中村選手の言葉思い出しました。過去には勝てない、昔の思い出とは戦えない、過去と戦って何が悪い、昔を超えようとして何が悪い、未来は俺が作る、生きたいように生きる、なりたい自分になる、それがプロレスラーだ。きっと受け入れるには時間がかかることでしょう。三重士がいつまで続くのかも分かりません。しかし成田選手は成田選手、海野選手は海野選手、辻選手は辻選手、一人一人に個性があります。一人一人の戦いがあります。リバイバルはオリジナルには勝てない、それは選手たちが一番理解していることなんだと思います。果たしてこれから3人はどのように自分の道を進んでいくのでしょうか。今後の三重士の動きや同世代の選手たちの動きにも目が離せませんね。いかがでしたでしょうか。令和東高三重士、未来を担う東高を背負った選手たちの活躍にこれからも目が離せません。さらに 7.15 北海道にて G1 クライマックス33戦が開幕します。三重士が同ブロックに集まり、同世代同士の戦い、現 IWGP 世界ヘビー級王座保持者真田選手、プロレスリングの所属に清宮海斗選手を待ち構えています。皆さん3人の G1 クライマックスを応援しましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。